時は大 YouTube 戦国時代。そこに5人の侍が天下統一を目指し動き出した。そしてついにキョンクマ制圧。次の相手は花尾伝言。やひまじだらしめっちゃな。ちっちゃい回してくれ。俺なんか回すんか。俺さ絶対てっちゃん回した方がいいと思ってんだよ。あまあね、うん、だってラジオやってるやんか。そうやな。だから結構周りも見えてるし、うん、トークもできるやんか。一応僕ラジオの MC ですから。そうやね。え、誰と通用なしてるんだっけ。徳井さんと。いやお前やばいって。一応俺徳井さんと番組やってるから。え、だからもう世界線が違えばしゃべくり7出てたってこと。だいぶ世界線ちゃうけど。レギュラー化してたぜやな、うん、いやだから回すも何も、うん、ノープランやから。あ、ここからがノープランって言いたいんですか。そうそうそう。何をしたらいいかも分からへんでしょ。確かにね。いやほんまに適当に運転してる。だから今俺実はこの企画を知って、うん、まあ、時間余ってるから2人で行ってこいみたいな。あ、そうやな。だから何もあえて考えてない。あー、うん、そうやねん。だからほんまにブレブレやんな。そうだからお前が今誰かも分かってない。なんでやねん、それは分かるやん。だからね、何したいかな。確かにノープランやからほんま今からどんどんプラン決めていっていいから。うん、だってあれやで、何してもいいねん。テンション上がるやつやな。え、何したいやん。まずまあ車置いて、うん、天まで飲んで、うん、その後に夜景見に行って、うん、その後いいところで、うん、抱こうとしてる。お前、俺が抱こうとしてるってツッコミ欲しかった。、うん、だいぶ欲してたな。ドンピシャで来てくれたからちょっと勃起してます。キショすぎる性癖。高速とか乗っちゃう。うわ、お前あしんどいか。俺、サービスエリア好きやん。いや、普通にそのプランとかじゃなくて普通に俺サービスエリアが好きやん。あ、なるほどね。ない、その感じ。いや、あるよ。あるやろ。お前、いいこと言うな。うん、じゃあそれは一回置いといて、ね、下道で考えて置かんといてくれ。サービスエリア行く。いや、まあ、ほんまもうどうしようって感じやん。ああ、じゃあサービスエリア行く。じゃあサービスエリア行って考える。あ、そうやん。サービスエリア、サービスエリア行く。お前今日ガチやん。いやね、めっちゃ好きやわそういうの。ほんでさ、うん、その高速の近くってさ、うん、ラブホテルとかも多いやん。お前俺を抱こうとしてる。気持ちいい。気持ちいい。一回止まらへん。結構丸出しやん。ちょ、なんか爆買いしたい。関数で。関数で？関数で爆買いしたい。1万あれば十分やで、あそこ。で、てっちゃんの家でなんかチゲ鍋とかしたい。関数で爆買いして、オレンジでチゲ鍋する、うん、その後どうする。その後、まあお前ホロヨで俺ビール飲むから。で、その後ネットフリックスとか見て、うん、で、まあ朝までこう。俺を抱こうとしてるやろ。そうし、そうはやん。気持ちいい。まあ、サービスエリアありやん。まあ、確かにな。サービスエリア行ってみよう。こっちで適当に高速乗って適当に探すわ。うわ、サービスエリアが目的地やったことある。ないな。今日はゆるいトークやな。そうやな。まあ、一応でも今高速乗ってサービスエリア向かってるから。、はい、適当に。サービスエリア向かってるってないやねん。もしも、着いたサービスエリアに一瞬で着いたなら。はい、着きました、着いたサービスエリアです。もしも、僕出ちゃうよ。はい、ここで今から、うん、なんかご飯とか。え、体型ドラえもんやけど。いや、誰が二等身やねん、やったのかい。公衆電話やから、これ。あ、そうか。かなりお前。あれ公衆電話使うん。全然分かってん。この時代に珍しいで、これ。え、なんやな、うん、全然公衆電話の使い方分かってへん。あ、しかも、これマジでかけるやん。何すんの。え、あ、もしもし。お前自分の携帯にかけてるやん。今スイタつきました。はい、あ、スイタついたんですか。いや、早くスイタまで来てくださいよ。おー、ちょちょちょ。いや、スイタですか。ちょ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 。世界一無駄なことしてんで。ごめんごめんごめん。あと何その会話ないよ。一人何やってんだよお前。はい、ということで、はい、スイタサービスエリアつきました。あ、もうこっちかな。うん、てかね、はい、これも裏話やけど。なになに。こいつがナビミスりすぎて、はいはい、ここ着くまで1時間ぐらいかかっとんね。移動距離、今から、うん、
奈良京都行けました。ほんまに市内ぐるぐる回ってたから。まあそんなやめてや。まあ今日はだから今からその抱こうとしてるやろお前。なんやこの喋り方。今から2人で、しっかりご飯とか、まあ、観光できる、まあ、このサービスエリアできたらいいな。行きそういなこれ。はい、じゃあてっちゃん、ここ来んの初めてやから、はいはい、ほんまどんな価格希少。どこ向けてんのそれ。はい、ここ初めてないな、お前カメラ初めてやろ。希少いな。俺みたいなんや、なんやその発見。気色が悪い。やってんな。俺前でこっち奥舞台だ。てっちゃん一つ言いたかったことあるんですよ。おい、飲めよ急に。あの、てっちゃんイケメンすぎると。いや、ありがたいことですね、それは。で、あの、綺麗すぎるというか、清潔すぎるから、いいやん。だからちょっと、なんてやな、女性層が増えてきてんのよ。いいことやん。いいことやねんけど、もっと男したいから、このままじゃちょっと綺麗すぎるから、もうちょっと赤入れてこう。珍しい。赤入れんねや、俺が。赤入れてこ、てっちゃん。だから今からちょっと赤入れのサービスエリアインスイタということで。俺ちょっと汚くしたらいい。汚くなっていったからちょっと僕が案内するんで、じゃやっていきましょう。あ、オッケーオッケー。うだんだんだんしらす、だん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 。おい、今月分の取り立てや。すいません、まだ払えません。どう落とし前つけてくれんねん。僕の体でよかったら。わー、ハッピースマイル。さあ、ということで、ご飯が来ました。はい、最近のてっちゃんはね、ちょっとあの、綺麗すぎる。もっと男臭いチャンネルにしたいから。あ、なるほど。俺の食べ方、ちょっと見といてよ。ちょっと男臭い感じ買ってくれるね。男臭い感じに行きますね。じゃあ、見といてな。飲みます。めっちゃ口元についてもうた。で、しかもちょっとしっかり着といてな。着といてな。ヤギ、ヤギみたいに食うやん。音ヤギやん、草食う時の。え、これ大丈夫？男性視聴者も離れる食い方。大丈夫。あ、大丈夫なの。男性はこれ汚い、汗臭いのが好きですから。じゃあ、ちょ、音もちょっと意識して。うん、音も意識して。汚ね、こいつ汚ね、近寄りたくね。もう、親もわかんねえやろな。もう、こんなんしてる教育も悪いと思う。もうやめたい。親まで否定せんといてくれ。俺を全否定してくれ。地元どこお前。地元どこやねん。だいたいあったかい方やろそれ。水なんや。ごちそうさまーす。まーす。マスコミに売り飛ばす。薬のことを言わないでください。んならどう落とし前つけんねん。僕の体でよかったら。わお、ハッピースマイル。さあ次どこ行きましょうか。そうやね。うん、さあということでね、はい、もうご飯も食べたんで、はい、もうなんかお土産とかね。そうやね、やっぱサービスエリアの醍醐味。うん、お土産ですよね。いいと思います。ちょっと僕ね、もう買いたいのがあるんですよ。何何。この、このファブリーズを。ファブリーズ全部。 お前家に死体隠してる。家死体の匂いで臭すぎて。隠してない。お前なんか匂い隠してない。ファブリーズ2つは怪しいって。怪しいないやろ別に。あと売り受けええねこれ。もっといっぱい取りたかったわ。あ、そうか。うん、ちょっと俺もなんか買って。ああ、そう、買ってくれ買ってくれ。あ、じゃあとりあえず、このセレブを、このセレブはやっぱ、うん、ぐらい買って、うん、うん、うん、いつも通り調理した。いや、親デヴィ夫人。え、そんな金持ちなの。うん、花セレブじゃないと無理やね。100円でええやん。それ食べたらちょっとうまいね。もう普通に美味しそう。大阪名物かね。あ、うまい棒。あ、うまい棒。うまい棒をこうやっていっぱい大量にさ。お前誰やねん。お前誰やねん。うまい棒のあいつじゃないやねん。え、うん、有名すぎるやろ。誰でも知ってんねんこいつ。大阪人やったら。うん、あ、確かに。お前誰やねんって言えへんわこいつは。ハラスキサブローね。うん、食い倒れ太郎。食い倒れ太郎。ハラスキサブローじゃない。全然違う。ハラスキサブローは生き別れた兄弟やねんか。橋の下におる方やそれ。完全に間違えた人生を送ってる方ね。そう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 、これね。はいはいはい。パン屋目と言ったらね、うん、このキャラクターですよね。お前誰やねん。見たことないわ。確かに。パン屋目のキャラクターおったん。あれなんかでかない。ちょっと待って、令和じゃないな。え、
サザエが令和じゃないな、完全に一番一話の頃のサザエやね、これ漫画の頃いいっすね。君、モノボケじゃないんやから、え、買っていかない、あ、買っていく、これが大事ですか、ね、そうなんや、おにぎり食いたいからおにぎり買っていい、買っていいよ、ややこしい、え、ミルクティーやったおにぎりやろこれ、どう見てもおにぎりでしょこれ、ミルクティーやんけ、ないこれ、うん、ま、買ってみます、でもね、あ、ミルクティーちょっと気になるな、うん、気になるんで、で俺もちょっとなんかチーズ買ってみようか、これちょっと食べてみようか、ちょっと食べてみましょうか、うん、ホットコケ、じゃんけん、じゃんけん、それなんなん、あ、なんなんこれ、いいね、ありがとうございます。Quand t'es venu dans la rue。食べてくださいこれね、はい。おにぎりみたいなケーキですか。うん、おもろいな。ケーキなんや。開け方もおにぎりやから。開け方が見慣れすぎてる。おにぎりやん。へえ、すげえ。じゃあ食べていきます。はい。おお。チキンマヨネーズ。おにぎりかい。お、すげえ。食べやすいし。このなんていうのこれ。この生地ね。うん、で中にケーキしていただきます。これと緑茶で昼飯足りるわ。おにぎりかーい。そこも遅ない。ごめんごめん。一回寝てもうたわ。あ、一回寝てた。うん。すっごい遅いんかな。ちょっと俺もう一回やるわ。うん。わかりやすくおにぎりかいで。あ、オッケーオッケーオッケー。もう行きますね。うわ、うまっ。うわ。鮭使ってますね。おにぎりかい。寝てもうたわ。夢見てもうたわ。ありえへんから、あの短時間で。橋本環奈とギーチューしてたわ。もうええとこで止めんなよ、お前。もう、ツッコミの見本見してあげます。ああ、オッケー、ありがとう。うん。じゃあ、おにぎり1回でツッコんで。おにぎり1回、わかりました。うわっ、明太子、うまっ、これ。ビチビチ入ってねん。いや、おにぎりかい！りんちゃん、お前、家まで走って帰ったらちょっとは速くなるぞ。そんなのダメだよ、てっちゃん。このルールは家まで歩いて帰るなんだから。そんなの関係ないだろ。お前はだって走って帰った方が家着くの早いんだから。てっちゃん、ダメだよ。人生ゲームのルール。な、なんだ、なんだ。え、ダメでござる。ダメでござる。来るでござる。もう行くでござるよ。もう行くでござる。もう来るでござる。ダメでござるよ。一人で行くでござる。一人で行くからね。行くござるよ。もう知らないでござる。あいつらのことは。く、知らないでござる。ハハ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 。Quand t'es venu dans la rue。 おにぎりかい。明太子のおにぎりやんけ。遅すぎ遅すぎ。どこで言うてんねん。明太子ってどこで言うてんねん。いや、ミルクティーやじゃろ。おにぎりやないか。イギリスおった時差エグ。おにぎりやないか。時差がグロいな。そんな味も忘れてまうわ。